山本君に申し上げます。時間を過ぎておりますので質疑をおお待たまいください。外野をう,うるさいって、外野をうるさいってそれちょっと待ってください。今ね、ね、他の党の議員がさっき大きくやじってたとき何も言わなかったのに、その政党の数の力で判断するのか。 真っ当な、真っ当な声が飛んだだけじゃないか、最初の言葉にも答えてないって、最初の言葉にも答えてないから、ここまで引きずってんですよ、ここでまとめろ、何をまとめろって言うんですか、無理な話です、そんなことは。時間が過ぎておりますので、質疑をまとめてください,さださいえ。議事の妨げになりますので、委員以外の方はご静粛にお願いいたします <laughs> ますああのの言言わわわれれるる人人とない人がいいがっていうのはよくわかります。<laughs>